MLB、練習試合、キウムん14ドジャース、3月17日、ソウル。ドジャースの大谷翔平投手が、2番、DH で先発出場し、2打数無安打に三振だった。3月20日に韓国で行われるパドレスとの開幕戦を控えての最終調整となる練習試合2連戦の初戦だったが、 1> 第1打席、第2打席と共に空振り三振。アメリカでのオープン戦で打率500をマークしていたが、この日は結果が出ず。ただ練習試合ながら韓国のファンも熱狂させた。高校時代の遠征以来、プロ野球選手となり、また世界に誇るメジャーリーガーとなった大谷が、韓国のファンから大歓声を受けた。 一回の第一打席に入ると壮然とする中で豪快なスイングを連発。カウント2月2日からの5球目をさらに強くぶりに出たが空振り三振に倒れた。二回に迎えた第二打席は一死一三塁のチャンスで迎えたがカウント1月2日から高めのボール球に手を出して二打席連続三振に倒れた。試合は一回。 3番のフリーマンがライトスタンドの看板を直撃する特大ソロで先制2回にヘイワードのタイムリー2塁だと内野ゴロに間に2点を追加試合の主導権を握った3回もヒットを集めてアウトマンがセンターへタイムリーで4点目を奪った4回に1点を返されるもすぐさま5回にヘイワードが犠牲フライ 連打で4点を追加するなど試合を決めた。さらに終盤にも猛攻を続けて終わってみれば14得点と対勝した。大谷は20日から始まるパドレスとの開幕2連戦を控えており、開幕戦には尊敬するダルビッシュ有投手との日米通じて初対決となることが予定されている。日本、アメリカのみならず韓国でもファンから熱狂的に支持される大家が。 果たして今季の開幕ゲームではどんなパフォーマンスを見せるか